皆さんこんにちは。今回、去年の秋、モスクワで行われた日本の美という日本文化イベントについて話したいと思います。10月25日から27日までジルというモスクワの文化センターで3日にわたって芸術家はイベントの来場者に様々な日本の伝統的な芸術を紹介しました。文化センターへの入り口のところに窓越しに鮮やかな着物が見えて目を引きます。こちらの展示室には着物や陶器や刀の鐔、そして書道と水墨画の作品が出品されていました。書道と水墨画は山田さんと山田さんの教え子の作品です。山田さんはロシアで書道や水墨画の教室、茶道の教室、そして池坊いけばな教室を行っています。山田さんは日本の美というプロジェクトの設立者であり、2008年から日本文化を進めるためにモスクワにおいて様々なイベントを開催しています。蒼月と池坊いけばなのデモンストレーションや展示会、水墨画と着物の展示会や茶道、折り紙などのマスタークラスと講義したことがあります。数年前、山田さんはボロニジでも着物デモンストレーションを行いました。チャンネルに動画がありますから、ぜひご覧ください。今回はマスタークラスがたくさんありました。どれも人気があって、定員よりも希望者が多く、残念ながら参加できずじまいの人もいました。大体のマスタークラスはあらかじめ応募する必要がありましたが、茶道のデモンストレーションは自由に参加することができました。
同じホールに生け花の展示会もありました。運がよく、私はいくつかのマスタークラスに参加できました。その中の一つは、墨絵のレッスンです。先生は水墨画のテクニックや道具について説明をして、お手本を見せてから、みんなが自分で絵を再現してみました。И она у меня сейчас вот такая вот растопыренная, но я пытаюсь об краешек вашего, да, собрать чуть-чуть, но не полностью. Но не полностью. И вот мне вот эта расщепленность, она пригодится. Я слегка начинаю. Посмотрите, как белесость происходит, да? То ли свет сюда упал, то ли это действительно такой плотной стеблю хризантемы. Вот я даже думаю, что если вы пойдете домой и обратите внимание
может быть, на цветок, который продается у вас возле метро. こちらが私の作品です。その他に書道のマスタークラスです。今回山田先生が日本の漢字の成り立ちについて語っていくつかの文字の手本を提出してくれました。私が書いた書道はこちらです。文化センターには図書館があります。その図書館の中に手まりと小物のワークショップが行われました。参加者は集中して熱心に課題をしました。時間が限られていて簡単なものしか作れませんでしたが、とても楽しかったです。私が作った手まりはこちらです。小物のワークショップの時、梅の花を制作しました。こんな感じです。ということで、日本の美というイベントの報告でした。この動画を見てくれてありがとうございました。チャンネルに登録してくださいね。